メイとヤサーのラジオでモヤモヤさーん。FM ラジオ川越をお聞きの皆様、こんばんは。メイとヤサーのメイです。ヤサーです。よろしくお願いいたします。はい、このお時間はシンガーソングライターユニットのメイとヤサーが、ラジオ川越から元気と癒しをお届けするという番組となっております。イエイ。はい、今日は、はい、3月18日、はい、土曜日、はい、のラジオでモヤモヤサーチです。はい、今日は昼間にね、はい、池袋でライブが、あ、そうですね、 ありました。そういう日でした。はい、はいはいはい、お越しいただいた皆様ありがとうございました。また配信をご覧いただきました皆様、はい、ありがとうございました。まだねアーカイブは、ね、楽しんでいただけるという状況ですね。はい、はい、3日目で綺麗に美しく撮っていただいてますので、はい、ぜひぜひご覧いただけたら嬉しいです。はい、嬉しいです。はい、はい、そんなメイとヤサーでございますが、はい、この間さ、そう、川越の、FM ラジオ川越のイベントで、はい、めいちゃん行っていただいて、来ました。ありがとうございました。いえいえ、ラジカーパークというね、素晴らしい、記念すべきね、日に、私ちょっと一人だったんでね、ちょっと意欲半分ぐらいのね、感じではあったかもしれないんですけど、でもね、本当に皆さんとね、交流できたことが本当にありがたくて、優しくてね、やっぱりね、声かけてくださって、で、ちょっとね寒い中ではあったんですけど、立ち寄りくださる方に、ね、名刺も配れたし、でちょっと今日は物販ダメかなって思ってた時にね、結構皆さんで、ね、買ってくださったんですよ。あら、そうだったんですね。そうなんです。ちゃんとね売り上げもいただけたという。その時に、はい、声かけてくださった方、お名刺持っていってくださった方、ぶつかっていただいた方、本当にありがとうございます。ございます。本当にね、今度は絶対2人で出たいなと。出たいです。いますのでね、はい、はい、また次回も楽しみにしております。はい、あとヒーローと写真を撮りたい。そうそうそう、ね、本当に川越特撮の街ですよ、やっぱり。いいです ね、 ね、こちらも特撮され、特撮されたい特撮になりたい。そうそうそう、私たちもねちょっといろんなこうね面を出していきたいし、本当に大好きね、もともとね私たちほら特撮家やったじゃないですか。そうだよ、特撮だ。そうなんですよ。そう、本当にね、それがねまたねいい感じにこう絡み合うのではないかと思っておりますのでね、はい、またクローリーさんやね、ゲットさんって言うんですけどね、月のうさぎと書いて、わお、めちゃめちゃ人気ですよ、本当に。ぜひ今後ともね、よろしくお願いします。メイとヤサーをよろしくお願いします。お願いします。ラジオでモヤモヤサーチでございます。じゃあそれでは、はい、今日も始めてまいりましょう。はい、この番組はコスモ様の提供でお送りいたします。私どこに来ちゃったんだろう。お、郵便を届けに来ました。今ちょうど必殺技の練習してるところ。練習中だった。本番じゃなかった。とにかく開けてください、郵便です。ないな、開けてやるよ。メイヤースポスト、誰だった。謎のねヒーローです。ヒーローが何か必殺技の練習をしていたということですね。さあ、はい、ポスト、はい、お手紙が届いたので、はい、お手紙めいちゃんに読んでいただきましょう。はい、それでは参ります。ラジオネームリケディさん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。3月になり気分もすっかり早春だね。この時期の楽しみは1ひな祭り、2梅の花、菜の花、3早咲き桜などでしょう。笑いでしょうですね。はい、いちご狩りもいいかな。うららかな風景を楽しんでねといただきました。ありがとう。このいちごの画像も送っていただいた、ね、めっちゃ綺麗、水彩画みたいな。いちごって書いてある。本当、いいね。
可愛いね、いちごって可愛いよね。本当よ。そしてこれが桜、梅かな、梅ですかね、これはね。ちょっとね、白い梅かね、梅っぽい感じの綺麗なお写真もいただいております、うん、そしてね、なんと、うん、Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear リケリさん Happy birthday to youおめでとうございます。リケリさん、おめでとうございます。本日がお誕生日ということで、ますます春が楽しいっていう感じですかね。春の人じゃないですか、はい、本当です ね春の人ですね、うん、いいですね。菜の花、はい、さっきねお手紙の中にあったんですけど、私この中だったらやっぱ菜の花のからし合いを食べたいね、うん、めでる方っていうより、花より団子みたいな感じでね、菜の花美味しいよね。本当に美味しいですよ、うん、おひたし ね。ひな祭りはさ、はい、もう終わったけど、はい、うん、ひな祭りのイベントさ、うちらの2月の末の岩月区の、そう、岩月、うん、そう、人間欲張りマルシェ、そう、ひな祭りの、そう、あれもすごい楽しかったし、うちら3月3日はワンマンライブでひな祭りやって、はい、それもすっごく、ね、たくさんのお客さん来ていただいて楽しかったし、はい、本当ですよね、最高のひな祭りだったね今年ね。そうでしたね。そう、なんか満喫した感じありますね、したした、ひな祭りというものをね。そう、だからやっぱ菜の花のからし合いを食べないといけないなという、そうですね、思ったよね。確かに食べましょうよ。いちごもね、可愛くね。そう、いちご、なんて言ったってその菜の花もいちごも栄養がある。おー、栄養っつってでも体ほんとなんか元気になるじゃないですか。そうだ ね。あ、でもやっぱりその季節のものを取り入れるということが、そうそうそう、ほんと体にいいって言いますもんね。ほんとそう思いますよ、うん、色合いとね、なんかやっぱりね、ほんと味ももちろん美味しいですしね、うん、やっぱりそれですよね、私たちなんかさ、花をめでようみたいなとこやっぱ食べるところにね行ってしまいましたね。行ってしまいましたけど、でも池里さんも誕生日近いということで、ね、ケーキとかね、美味しいものをきっと召し上がるんじゃないでしょうか。ですよね、はい、召し上がってください、はい、本当うららかにね楽しんでいただければと思いますので、はい、はい、お便りありがとうございます。お便りね、どしどし応募しております。応募募集か応募する方だね、はい、一回も応募してるとしたらほとんど読まれてないわはい、4月のね、そう、まあ、このラジオは、はい、第1と第3土曜日にやってますけど、はい、4月も2回放送がありますが、はい、お題があります。お、やりました。タイトルは、はい、桜。桜桜にちなんだ、はい、桜の思い出、うん、いいですね。あと桜餅の思い出でもすぐ食べることね。そうですね、桜餅のね、もう桜ちゃんとかいう初恋の人がいてみたいな、うん、なるほど ね。いいかもしれない。どう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 、いいね、いいよね、楽しみにしておりますので、本当ですね、はい、ぜひ、はい、ぜひよろしく、お便りお待ちしております。お待ちしております。もやもやソングス装置。はい、このコーナーではメイトヤスハがプッシュプッシュしている曲などをお届けするコーナーとなっております。イエイイエイ。今日はね、はい、まずですね、はい、私最近、前回も言ったんですけど、はい、そろそろですよ、名探偵コナンの、はい、来たね、黒金の、はい、サブマリン公開が間近でございます。その曲は書けないんですけど、はい、前回さ、ヒーローの弾丸 の、うん、そうだ、あの東京事変の曲書けるときにテンション上がりすぎてタイトル間違って言ってたの、ごめんなさい。いやいや、私もね気づかず失礼いたしました。失礼いたしました、はいはい、前回は、はい、永遠の不在証明を書けさせていただいて、今日はコナンはちょっとだけ関係します、うん、私最近すごい嬉しかったことがありまして、大好きなスピッツ、うん、まさかまさか、私冗談でね、あのラジオでは言わなかったんですけど、収録の時にめいちゃんと言ってたんですよ、はい、私スピッツとグレーが好きだから、うん、なんかスピッツっていうことはないだろうから、うん、グレーが主題歌だったらなんかいいなみたいな、あ、でも誰が担当してくれてもきっと素敵だからいいみたいな話を
していたんですけど、はい、まさかのスピッツだったというね主題歌がびっくりしました。すっごく楽しみ。エスパーの夢かなっとるやんと思いました。ねえ、かなっとるよ、ね、願ったりかなったりだよ本当だよね。ちょっと願いそこ、ね、願ってないかなっただよ ね、 ねちょっとね本当にね。そう、うん、で私ハッとしたの、はい、スピッツのそのタイトルが新曲 の、うん、あの美しいヒレ、はい、だそうなんですけど、多分サブマリンとかその海の感じに、ね、なぞらえてるんだと思うんですが、はい、スピッツのね、うん、魚系の曲は好きなのすごく、うん、いいね。たくさん好きな曲あるけど、うん、魚系の曲好きな曲多くて、うん、はい、例えば、うん、あのマーメイドの曲とか、うん、あと魚、まさに魚って曲がとかね、はい、あとねドルフィンラブという曲もね好きだったりとかねしてね、はいはいはい、すごいたくさんある。ありますね。そうなのよ。でもやっぱそれにちなんでるんですかね。そうなるとあそっか、ね、魚系が、ね、スピッツは うまい魚があるとみたいなこれはこのプロデューサーさんがねもうピンときてだとしたらその ねプロデューサーさんと一回飲みたいなね、よろしくお願いします。それを酒の魚にしてね魚尽くしでございますが、はいはい、というわけで、はい、今日はスピッツの魚という曲をね書きさせていただこうと思います。はい、それではどうぞ。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、素敵だな。なんかね声やっぱりもう聞いた瞬間にこうなんか世界にさ取り込まれちゃうね。うん、はい、もうなんて言うんだろう、なんかこう優しい声だけど渋さがすごいあるじゃないです か、 なんかそうだ ね、 ねそうだよ。う高音だけじゃない正宗、まあ、高音高いけど声は、うん、でもなんかしっとりね。そうなんかやっぱ海の底みたい な、 なんかこう、うん、そうそれこそ深い海にさ、うん、入っていくみたいな、はいはい、ぴったりよ。ぴったりですね。新曲も超楽しみにしてる。まだそのさ CM のちょこっとしか聞けてないから。そうだね、確かに、ね、もう本当楽しみだな。私もちょっと鳥肌が待ち構えてる捕まえてるそれではいいですね、次はね、はい、まあ、私は海と魚と、はい、ちょっと魚介でしたけど魚介っていうないいですね。やっぱ春だから、はい、そうめいちゃんに私はね春をいざなってもらおうと思って、もう一曲はね私が大好きな作品とアーティストさんと名曲、うん、もう本当に春色のメロディーお聴きいただきたいと思います。どうぞ。ありがとうございました、岡崎律子さん For Fruits Basket をお届けいたしました。いやこれはね、はい、もうなんか今日特にね今日撮ってる日なんですけどもう春夏ぐらいの気温になるよって天気予報で言ってたんで、うん、そうそう夏ではなかったよねでも確かに夏まではまあ行かなかったにしてもお昼ちょっと外出たらですねやっぱり日差しがもうね強くて、うん、でもこれは春のねこう到来をこういうね見てるような感じでしたのでね、うん、ああそしたらなんか自然にやっぱ流れてきてこの曲が、はい、もうこの優しい。でもともとその、オープニングの映像がその桜の花びらがこう舞ってるような、うんところがあるんですよ。そう、それをねこうあの主人公とかあのキャラクターがこうなんて眺めてる、うん、背中が描かれるオープニングなんですけど、おそれがまたねよくてですねみんなの思いがねなんか見えるような感じがありまして、うん、いやフルーツバスケットは本当に名作なんですけれどもねこれはもう語り出したら止まらないんです。あの少しだけなんですがまあ最近はあのリバイバルもされましてね、それなんか記憶に新しいです。そうです。そうそうそう。またね、やっぱり声優さんが変わったりはしたんですけれども、やっぱりストーリーがね本当に素晴らしくて、なんかもちろんちょっと辛い場面とかいうのもあるんですけれども、それをこう乗り越える幸せがこう訪れてくれるという。うん。ね、いいね。そうなんですよ。乗り越えてそろそろ幸せが訪れてほしい。いや本当ですよ。でもね、うん、なんかね私その主人公のトールちゃんっていうんですけど、うん、そ女の子なんだけどトールって珍しい、ね、珍しいね。そうでそしてすごく本当にこのほんわかした
ヒロインらしいヒロインではあるんですけど、めちゃめちゃ誰よりも苦労してるっていうところがありまして、それがやっぱりみんなの心をね掴む。そうなんだね。そうなんです。でなんかねキャラクターやっぱりねちょっとエスパーになんか似てるというか、似てるっていうか全然、まあ、なんだよね、私あんな目でっかくないそうだから、そういうこととかいろいろ違うところもちゃうんですけど、でもなんか周りの人をね明るくさせるっていうキャラクターという意味では、ヤスパーのようなね、本当そうそう、私とかいうキャラクターではないんです。やっぱ私はちょっとモヤモヤしてるキャラクターなんで。今頃ない、私はメイちゃんと言ったらハッピーで超明るくなるよ。いやいや、そうそう、だからなんかねフルーツバスケットで言ったら私誰なんだろうって思うとちょっと難しいんですけど、あんまりみんなね可愛いらしいキャラクター多すぎて、あでもネズミの、やっぱネズミ年なんで私ちゃんと、そう、それエトのねあれなんだよね、そうエトなんでね、ネズミのねやっぱねユキくんっていうね、ユキくんのキャラクターもちょっと私とは違うんですけど、やっぱちょっとネクラでなんかじとっとしてるところは似てるかもしれないなって思いますね。そういうなんか江戸の特徴みたいなのにあやかったキャラ作りになってる、はい、いやもうねなってる、なってる。じゃあイノシシの子はなんかガーンみたいな、そうそうそう、でそう、そう、なんとイノシシはねカグラちゃんという名前で、新しい声優さんはクゲミヤさんでね、銀魂と一緒だね。そうなんです。そういうつながりもあったりとかね、そう本当にちょっとつもしんで、キョウくんっていうね猫年のキョウくんが大好きで、猫年、うん、そうキョウくんはね猫年って、そうだから猫年っていうのがまたそのアニメの中に入ってくる、逸話で、その猫は最後の宴に残れなかったから、うん、その干支に入れなかったみたいな話みんな知ってると思うんですけど、うん、だからその話も入ってくるっていう。そうなんだ。そうそうそう、でちゃんと猫がいるっていうので、そうそうそう、でこの猫が、まあ、キョウくんがねキーポイントというかね、キーキャラクターなんですけど、イノシシのカグラちゃんはキョウくんが大好きで大好きで、ちっちゃい頃から追いかけてるっていうね、うん、そういうキャラクターで、まあ可愛いんですよ。またこれがイノシシ年じゃないですか。Yes。 そういえばね、イノシシはね可愛い子多いんですね、きっとね。普通イノシシったらなんかさ、はい、男の子かと思ったけど女の子なんだね。そうなんですよ。これまたちょっとね、その設定も絶妙ですな。そうなんです。で猫の方が男の子っていうね。そうなんですよ、ね、絶妙な設定でございます。はい、もうね本当にねこの作品はねもう語り継がれる作品だなって思って、もう愛される作品でね、その原作の高谷さんもうすごく愛のあるツイートをいっぱいしてくれてて、そうそう、時々イラストもね上げてくれてたりとか、本当にねこう全体が 愛で満ちている、なんかさ、うん、原作者さん含めファン含めやっぱねそういういい本当にいい作品ですね。なんでもねまだっていう方にはもう私はこれはもうおすすめのおすすめでございますよ。まだっていう私、はい、そうおすすめされた。ヤスパもなんかちょっと幸せな回だけ見るといいかもしれないね。そうだね、そうしたいね。そうそう、あすごい大きい声出しちゃった、ごめんなさい。私が幸せエディションを作ってあげようか。もういやでもね多分全部見れると思うわ。そういう感じのそういうなんかね愛にあふれる設定、そうそうそう、全体がおどろおどろしくなければ、うん、そうね、本当にね最初の頃は結構ねちょっとそういう悲しいところが多くて、もう本当に進めば進むほどみんなが幸せになっていく、いいね。でもタイトルのフルーツバスケットってさ、うん、聞いたらさそうは想像できないよ。そうなんだ、ね、なんかどうしてフルーツバスケットなんだろうね、うん、そうまずそう思うじゃない、うん、そこから見てほしいわけです。見たらわかる。そうわかるんです。楽しみ。ちゃんとそれがあそれでつけたんだって、そのネーミングのわけもわかるし、うん、そのなんていうんだろう、 そこにこうやっぱりテーマがちゃんとあって、なんか誰しも共感できるもの、うん、遊びとしてのフルーツバスケットが、まあ、元々になったんですけど、あったね、なんか子供の頃のそういう遊び、そうそう忘れたけど、ね、みんなでやるね、なんかちっちゃい子同士でやる遊びの一つだと思うんですけど、うんうん、そうそうそう、そういう中でもほら個性って出るじゃないですか、うん、そういうものがね。これだけ江戸だとさ、うん、そうそうそう、フルーツバスケットっていうよりアニマルバスケットって雰囲気だなと思って疑問だったんだけど ね, なるほどね
そういう遊びだったあったね。そういえばそうなんですよ。なるほどね。もう今スルーズバスケットを知ってるみんなが、はい、きっと何言ってんだこいつってなってるかもしれないからそろそろやめとくね。いやね、まあこの、あのまだね、まだというフルーツバスケットに触れてない方、うん、これからフルーツバスケットの幸せを知れるっていうのは私はね、これはいいと思います。あるよね、はい、そう、これから知れるのかこの世界をっていうのがね、すごい羨ましい。まだ撮ってあるの。そうなの、後半、人生後半に本当にね、これは本当にね見てほしいです。本当に。というわけで、めちゃめちゃフルーツバスケットをおすすめさせていただきました。はい、はい、皆さんもねぜひ、あの好きな方いらっしゃると思うんで、あのいっぱい私にまず絡んでいただければと思います。一杯私におごってくださいかと思っちゃった。いやいいね、だ、あ、このキャラが好きとか、私は何年ですとかね、あ、いいね、そういうのが知りたいなと思いますので、うんうん、はい、ぜひぜひぜひお願いいたします。メイとヤサワのラジオでもやもや装置。 FM ラジオ川越をお聞きくださりありがとうございます。ありがとうございます、はい、FM ラジオ川越23時30分、はい、第1土曜日第3土曜日でお送りしております。はい、メイとヤサワのラジオでもやもやサーチ、はい、いかがでしたでしょうか。今日は率先して言いましたね。はい、はい、もう今日はねまた自分たちのねこうちょっとワールドになってしまいましたが、好きなことさ、はい、話してると楽しいよね。そうね、これがねちょっともっとこううまく伝わって広がったらいいなっていうね、はい、口下手なんでね。そうですね、ちょっと口下手は本当にね私たちのこう悲しいところではあるんですが、まあ、あのこれからねもっともっとラジオによって磨かれていくと、はい、3年目ですからね。私たちも ね, ねこのラジオをやらせていただいて、そうそうそう、だいぶね話せるようになったんじゃないかという気はしてますけど、はい、いかがでしょうか。はい、ダメかな。どうかな。はい、はい、でね私たちね、はいはい、これからも頑張ります。はい、はい、告知は、今度はなんだ。私はね、そうだ、めいちゃんのまず3月24日そうですね、他の金曜日のデオズの時間ですね、はいはい、配信ツイキャス配信がありますので、はい、ツイキャサラーの方はその言い方する。初めて聞いたけど、あのぜひツイッターからね、はい、お申し込みもできるので、はい、ツイキャラーで、私は3月26日に毎月の下北沢アーティストのライブがありますので、はい、よかったら、はい、下北ですけどですけどですけど、春の下北行こうよみんなね。心良かったですね。はい、名残惜しいんですけれども今日はですね、はい、スペシャルな終わり方しようと思っていまして、この間それこそひな祭りのイベントとか、あとは、はい、あの宮代町、はい、埼玉宮代町の新しい村のゆるいとというあの野外ライブイベントでいつもお世話になっているマイキーさんの曲をね、3月3日2月26日の岩月のイベントでもお世話になったんですけども、マイキーさんの CD から Just Cry という曲でね、はい、今日は閉じようと思っております。そしたらすっごい素敵な12時を迎えられるよみんな。本当ですね、うん、間違いないですよ。はい、それでは皆様の心のモヤモヤに幸せが訪れますように。モヤモヤサーチ。